250段ぐらいあるのかな、階段。10分以上かかるか、膨張じゃかかると。ね、健康塚古墳ができたんでね、かわいそうでございますけど、こちらの方が一応ね、事情してありますから。高取町に天皇陵古墳はない、ない言ったけど、ありました、ありました。ね、ここと2両あるんですわ、もう1個ね。はい、そしたら上がりましょう。久留米建造古墳、西明天皇陵でございます。250段。それからね、高取に天皇陵がないと言ってましたけどね、もう一度ありました。お上は天皇陵、まあもちろんね、天皇に即位はされてませんけどね、この方はね。しかしそれはね、そこもまたそこもね、草上巳子さんの墓はね、そこじゃない、おそらく塚明神古墳じゃないかと言われてるんでね、そこも行かないかんのかね。まあ、ここもこれは最後にやっぱり行かなかんのか ね、健康塚古墳も行くか。高取は簡単に回ると思ってきたんだけど、なんか よく考えたらね、1234567、まあ10両以上あんねんな。古墳は10基以上あんねんわ。大変やわ。午前中で回れると思ってきたら、そんなんでございます。これも、3月6日にね、建国塚古墳がオープンになったんで、その頃に1回来てますよね。だから、今年は2回目かな。これもおかしいんだろうけどね。手前にもね、太田姫巫女の墓があるんやけどね、これもなんか陰符みたいなのが大きいのがあんねんけど、これもおかしいんじゃないかって言われてるんだけどね。これね、ちょっとね、先にお参りして行ってみましょうか。太田姫巫女、はい、お間違いね。これもね、おかしい言われるんだけど、はいはい、祀られてますからね。陰符かな、形はちょっとわからんかな。興奮のような感じがするんです。だから問題点があんのあんねんけど、一応マウンド作ったんだけどね、きれいに領土を整備してたんだけど、ここを確認するとね、石器とかない可能性があるんだよね。ただ山に寮の形だけ作った可能性もあるんでね、どうなんだ。あの楓がものすごく綺麗なんだけどね、もうちょっと早かったか。よろしくお願いします。もう建国塚古墳行かれましたか？ねえ、これが、いや、向こうです。向こうです。これは、この中には石碑とか石棺がある可能性がゼロってみんな言ってますからね。はい、ということは、向こうでしょうね。向こう石棺あるから、ちゃんとね、見れましたね。そうですか、こういった、ここに来てくれる人はなかなかいないんでね。チェックとかあると、急にすると。まあ、ここはいいけど、ここない。立派な管理ですね、管理。一応山寮でね、うん、であとどこ回られるんですか？もう帰ります。よしよし、それぞれまだを見に来てくれてんね、いろんなとこ回っとるとこ比べると。あと、おお、寮2つあるんだけど、株コブがね、マウンドが1、2やったんだけど、あと一応行きましょうか。次はね、一応箱山公園とかね、ここもいっぱいね、きれいに石垣組んではるけどね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
します。それか。250、あ、直してくれとる、これ。この前教えたやつを。ちょっとね、ここというとってね、な修復がありませんよってね、な修復してくれてましたわ。あ、これもちょっと落ちてますね。危ないですよ。この辺みんな落ちてるね。こんな落ちるもんかね。下の土が流れてんだよな。やがて降りてくるまで20分以上かかってるか。骨もちょっと穴が開いてるよ。はい、次は一応に行きましょうかね、一応。